だから女性自身にね。アクション5歳のことが書かれてました。けども、イギリスのね。訪問って形で、はい、まずこの報道陣が驚いたのが、いつもまあ別々の車で移動するね。アクション5歳ですけども、うん、結構狭間の手がね。 えー、悪者様の腕を回しつかみって形でなかなかね報道陣がいる前で腕を組まれることは、まあ、非常に、ね、珍しいって形で、うん、まあこのアクシの交際が、ね、イギリスを訪問の時に上機嫌ならね間違いないだろうって形ではい、はい、こうしたこの雇用化の理由っていうのはそれだけじゃなくて、まあ、政府専用機を、ね、利用されたこともあるんじゃないかって形で、はい、快適さとかは、ね、民間機とまあ比較にならずに機内のサービスの全てがね マクション・オーサのためにあるって形でね、まあ、過言じゃないかなって形で、初めての,この政府専用機に感激されたんじゃないかって形で、うん、ただこれまではねこの海外に行くときに、政府専用機を拒まれたって形でね、この2019年にはこのポーランドとフィンランドを公式訪問されてますけれども、宮、うん、内庁幹部が再三進めてもね特別待遇は嫌だって形で、一般客もね乗ってるまあそる民間機を利用されて、結果的にね、まあ、到着の遅れとかで、まあ、ポーランドとかのね、 到着が遅れて、まあ、相手もね、この迷惑をかけたって形で、はいはい、ただね、今回、その体感式って形で、まあ、こうそういったね、時間とかに遅れたりとかして、相手国にね、迷惑をかけたりとかすることは絶対ね、だめって形なんで、うん、まあ今回ね、政府支援機を、まあ、利用されたって形で、お<ー>で、まあ、この判断こそがね、絶対に今やってはいけないことって形で、うん、まあこの相手国によってこの姿勢を変えるってことで、まあ、本来この皇室がね、まあ、一番やったらだめなことって形で、<laughs> 今回のこの天皇,皇后両陛下がね、まあ、このイギリス訪問とかも、 エイザベス女王の国葬があってね、戴冠、うん、式とかでもこのイギリスへ行って、まあ、国賓とかで、ねまあ、招待もされていて、3回ね、イギリスへ行くことになったらね、他の国からこのイギリスだけまあ特別な体育なのかって形で祝いたりとかも、まあ、あるって形でね、うん、ただまあ、戴冠式と国葬は別だしね、まあ、国賓での招待とかも別だからね、はいはい、本来であればこの天皇皇后両陛下でもまあよかったって形で、<ー>まあしかもこのチャールズ国王の戴冠式とかはすでにね、戴冠された親しい友人に祝ってほしいって形で、 いうことだったんでね、はいまあ、面識もそれほどないね、まあ、アクション法則が、まあ、来られてもって形で、<laughs> まあ、アクション法則が行って、まあ、炎上とい形になったわけですけども、<ー>しかもね、その対応とかは間違いまくって、まあ、炎上したって形で、はいまあ、アクション計はこれまでもこの色とねやらかしていて、まあ、ダブルスタンダードとかもね指摘されてましたけども、うん、天皇陛下のこの大浄祭についてもね、宗教職が強いから、まあ、国費でするなって形で言ってね、ただそのアクション計の改修工事に関しては、ご家ご遺書も含めると、 まあ50億円かかったという形で、税金の無駄遣いを指摘して、自分はね、もっと無駄遣いをしていという形で、さらにこの指摘のね、旅行という形で、熊本もね、行ったみたいですけども、これに関しては、だんまありという形で、この国の税金で旅行にね、行ってるのにせめてね、写真の一枚でも出せないのかという形で、これもこの被災者様がね、この取材とか質問にね、答えたら、ブータンのように。 草とか木とかって形でね。まあ、そういう形でまあ小学生低学年レベルの結構大しかね、まあ、できないからまあ報道させないようにしているのか。うん、それが、ね、疑われているて形で、あまあさらにそもそもこの旅行に、ね、行ってなくてこの別のものに生、ね、かして何かしらね、被災者様が賞を受賞するための材料としてね、いった設定になっているのかって形で、色とね、まら、あ、かあったりとかして、あまあこういった動きとかにね、他かの都とかもまあ消えているんじゃないかって形で、イギリス出発の時にこの過去様と被災者様がね、 お見送りをされてましたけれども、うん、他の皇族はね会いなかったって形で一人も、ね、海外訪問の時にこのお見送りのルールとかは特にね ありませんけども、うん、まあこの重要な案件とかの時にはね、まあ、過去にもこのお見送りとかをされているとい形で、このチャールズ国王の戴冠式に関してはまさにね、70年ぶりという形で、世界的にも大きな、ね、イベントだった形で、うん、日本のテレビ局とかも各局が報道してましたけども、マク、はい・ション・ゴーサがね、イギリスへ行く時にはもう誰もね、皇、ま、族、あ、がお見送りをしなかったという形で、<laughs> 日本の皇族からも関係されてなくて、うん、イギリスへ到着をしてからもこのタラップを降りたらね、 レッドカーペットが用意されていなくて、待ち<ー>受けていたのはこの日本の大使館2人と、まあ、慌ててね、誰かわからないイギリスの人がお出迎えされたという形で、<laughs> まあそういう形の対応という形でね、<laughs> まあこれ日本からもイギリスからも歓迎されていないという形のイリスの、ね、対応という形で、この秋篠宮家に他の宮家が嫌、ね、気をさせている理由としては、久、まあ、様が生まれてから、ねまあ、次の天皇は久々様よという形で結構さまのね、 アピールとかに他の宮家がうんざりさんじゃないかという形で、うん、まあこの久しさまが誕生したことでね、まあ、女性宮家とか上階天皇とかの議論とかも立ち消えでね統一教会と日本会議と宗教政権がよりね協力になって秋篠宮のこの教育とかも本来であればね多教育をしなければいけないんだけども、うん、まあ前年度のな、ね、特別入園制度を作らせて お茶の水の水幼稚園とかに入らしたりとか、あ<ー>まあそういう形でね、いろいろとまあそのやってきたって形で、はい、まあ高校に関しても、この定休校進学制度が、久々のためにね作られた制度じゃないかという形で疑われたりとか、この盗作作文が発覚をしてもね、謝罪せずにこのご指摘に感謝をするという形で、うまあそういった対応でね、定休学どころかの一般常識とかもね、分かってないちゃうかという形で、まあね、他の見分けとかもね、段階なしがいないからね、存続の危機とかで、久々はね、 生まれてなかったら、ね、今ごの女性脈とかもできて存続もね、まあ、可能で結婚とかもまあできたんちゃうかって形で<ー>まあいろいろとねそういった形でまあそ,のそういう脈とかもいただろうし記者、うん、さんはね、まあ、しっかりしてたらそこまで相手にされないこともなかったんでしょうけどもいろいろとね紛られたとかして、うん、ただまあアクション大阪のねイギリスでこのお声がけの部分でも分かるように。 アクション合戦はねこの日本語のキャッチボールもできないという形で、はいはい、そういったもどかしさとかもね他の三宅とかにはあったのかなという形で、うん、まあこの公式転換改正については2年以上前からまあ経験の課題という形でされていたけれども、この統一教会と日本会議の関係がねずぶずぶでこの支持者の意向とかを無視することができずにね、ね<ー>この公式転換改正とかの議論とかがまあされてこなかったという形で、うん、明治時代この政府が次の天皇陛下を決めていたわけではなくて、皇室が独自の判断で、特にね、 明確な規定がないままこの皇位継承が行われてきたんで、はい、まあ過去にはこの女性天皇から女性天皇へ結き継ぐらいだね、俗、まあ、には女系の時代とかもまあ,あったって形で、うん、まあそれがこの明治以降はね、皇室転半ができて、政治家がこの間接的に皇室転半会社の権利を持つ形でね、まあ、この天皇陛下とかを政治利用してきたって形で、次の天皇陛下とかをね決めるのは、まあ、天皇陛下とかまあ皇族の判断でできるように、ねまあ、してほしいなって形で、うん、まあこの予算に関してはこの国が管理するのもわかるんだけども、 今ではね、この天皇家と上皇后さのお金とかが一緒になっていてね、はいはい、あ二重権力とかもあるんで、まあ、このお金とかもね、天皇家と上皇后でまで、あ、分けてね、管理をすべきじゃないかという形で、いろいろとね、まあ、そういった問題もあるという形でね。うんまあちなみにこのキャサリン妃と紀子さまの時期ね、国母対決の記事とかも書いてましたけども、はいはい、イギリスの次期国母と紀子さまにはね、共通点があるという形で、お<う>まあこのキャサリン妃を、まあ、この両親はね、航空会社勤務から実業家に転じて、うんまあ紀子さまの父親もね、 経済学者で、ともにまあ庶民出身のまあプリンスとして、まあ、結婚前からまあ注目を集めたって形でね、この菊川様に関しては、このノーブラジョギングとかね、まあ、パンチラテンスとかで、まあ、それ辺でね、注目とかを集めた部分もありますけれども、<laughs> そしてまあ2人ともこの大学時代に高位に落ちたって形で、はい、そういったね共通点もあるってう形で、イギリス方針に関してはこの人気ランキングとかも公表されていて、まあ、キャサリン妃はいつもこの上位にいるって形で、お<ー>ただまあ、キャサリン妃とね、ウィリアムズ皇太子のまあ交際がね、報じられてからしばらくは、批判がね、 続いキャサリン妃の愛称というのはケイトでかつてはねウェイティー・ケイティーって形で玉の腰を狙うねマ儲けのケイトちゃんって形で日に暮られたって形で<ー>ただ、ね、今となってはこのいろんな、ね、分野とかで優れていてますけども<ー>それはねひけらかす姿勢とかを感じさせないんで。 パーフェクト系っっってて形形で呼ばれるようになったって形でねおーすごい、まあ、そしてまあお子さんとかもね積極的にエッセンスとかでね発信をして幅広い世代からね注目を集めてるみたいですけどもはい、はい、あくびとかをしてるところとかもね隠さずに、まあ、その方がこの逆にまあ人間らしくて人気とかをまあ集めてるのかなって形では<ー>まあそれがこの悪嶋県に関してはね情報を隠しまくっていてただまあ優秀だってことはね 伝えたいみたいなんでいろいろとねハグ付けとかをしているとかとしてて、この久災者様に関してはこの全然学校の情報とかは出てきませんけれども、ねえ<ー>、まあ本当にまあ学校にね行ってるのかって形でいろいろとね同級生とかもどう思ってるのかなって形でありますけれども、はいはい、ああいつもね休んでるこの低学歴進学生どできたまあ同級生とかにはね、うん、まあ優秀だって形のことをねまあ適切に配信させるのかなって形で、<laughs> ああいろいろとねまああるって形ですけども、無理ありすぎますけどね、<laughs> そうですね、んんまあちなみにアイラとかにもね。 ああ英雄会のことが書かれてましたけども雅、はい、子様のファッションのことについても触れていましたけども、うん、ああ昨年12月から今年の1月にかけて雅子様のの、ね、ファッションが、まあ、白っぽかったって形ですけども<う>ああ今回はまあ水色の訪問用を着てね あ,あ嬉しかったって形で、うんまあ、素人ぎきゃったんでね、まあ、ちょっと、まあ、少し心配だったみたいですけども、今回、水色で菊もね、描かれていたりとか、花、うんまあの絵柄とかもね、アクセントになっていて、よかったって形で、演歌<ー>、まあ、ではこの招待客と話すスタイルについてもね、まあ、注目をしたって形で、うんまあ、平成の上皇后さの時はね、2対1とかで話したりとか、1対1で話したりとかしてましたけども、うんまあ、今回は、まあ、令和になってからまあ初めてって形で、2対1のスタイルの対話がね、多かったって形で、うんまあ、お二人がこのお互いに質問を、ね、補ったりとかして、 別のの話に持っていたりとかね<ー>まあこの自由自在なスタイルとかが心地よかったという形で、うん、さらに雅子様に関してもね、まあ、事前にこの下調べをしていたみたいで、まあ、一緒に話をされていた招待客とかもねああこんなことまでしてるのみたいな感じで結構まあ嬉しそうに話をしてましたけども、もそれにまあアクション交際のね会話とかが終わって、まあ、ちょっとね暇そうにポツンとしている高木選手にもね、うん、会話とかに加わってもらったりとかして、フォローもね、まあ、素晴らしかったという形で、はい、しかもね元車椅子テニス選手の国枝選手に関してはね、 まあこの雅子様がね後ろにいた方にねご家族様ですかって形で質問をねされたって形で、これまあ何がすごいかっていうと、人によってね奥様ですかとかねまあご主人様ですかって形の呼び方にまあ疑問を感じる人がまあ少なくないって形で、これがねこの完璧なね質問の仕方って形で、書か,かれてねまあこのジェンダー平等とか目指す今って形のね時代だからこそ、ねまあ適当な表現がなかなか難しいって形で、奥様じゃなくて、お姉さんでしかもこの男性じゃなくて、 気持ちとか、ね、男の人だったりとかしたらね、まあ、奥様とかお姉様とかそういう形の表現もね、まあ、気づくんちゃうかって形でそういったものを全てこの対応する気づけない言葉っていうのがねご家族様ですかって形で、まあ、誰もね気づける可能性がない言葉とかをチョイスしたって形で普通に話を聞いていてもね、まあ、なかなか気づかないですけども確かに改めてね 言われてみると、この雅子さまだからこそね、まあそこまで考えてやってるのかなって形で、うん、素晴らしいなって形で、今回の演技会はまさにね、天皇皇后両陛下の活躍が目立ちましたけども、うん、ただまあ、そんな中でこの気になったのはね、スキージャンプの小林陵侑選手がね、ポケットに手を入れながら、まあ、花子さまと話をされてたんで、はいはい、ちょっとこれがね、まあ、失礼だって形で炎上したんですけども、<ー>まあそれでまあ、その周辺の動画を見てみると、まあ、この花子さんの前はね、佳子さまだったんですけども、うん、ただまあ、この映像っていうのは宮内庁が提供した一つの動画しか あない佳子ね。まと小林選手が話している時は別の場所を移していたんでね分からないですけども、うん、まあその前はこのポケットに手を入れてなかったって形で佳子さ様と話をしている時か話終わってからかねポケットに手を入れたって形で、うん、まあこの花子様だけねあ舐めてるからポケットって形ではないんですけどもこの順番でこの一番ね箸だからまあ最後までね 渡されたってことも、与えたかもしたんかもわからないですけれども。ああ、時間がね。ただ、このね、佳子さまとの会話で、何かあったのかもわからないって形で。まあ、実はこの佳子さまはね、まあ、その前の人の会話とかでも、この失礼な質問をしてんのか。まあ、この横でこの花子様がね、ものすごい、まあ、険しい表情とかで、まあ、佳子さまはね。見つめてたんで、何かね、聞いちゃいけないような質問とかを、まあしたのかなって形で。まあ、ちなみに、このちょっとね笑ったのが。 まあこのアクションゴーサイとね、まあ、この貴コワ様が小林選手と話をしている時がね、ま近、あ、ではこのあやあやがだったという形で、それでまあ話をしている時は、ギリギリね、貴コワ様が濡れているか、微妙な場所でしたけども、<う>移動する時はこのアクション様まがね、まあ、スタースターと歩いて,て歩いていたという形で、た、はい、だからまあキコワ様はね、濡れてるんですけども、<laughs> まあそれがまあさらにね驚いたのが、まあ、このアクション様がね、 貴子様を無視して歩くこともね、お月の職員が見破ってたって形で、どうせまあ、アフさんはね、貴子様を無視して歩くだろうと形で、まあそれもね、はい、分かってたからなのか、すかさずね、歩き出す瞬間にお月の職員がすぐにね、キ子様の傘をね、差し出して、まあ、カバーしたって形で、<ー>後になんで、ね、傘を差さないのって形で。 怒それのサポートとかも必死なのかなという形で、大変。この演を界とたでもね、いろんなまあ人柄が見えてくるという形で、<う>この佳子さはもしかしたらね、この小林選手に対して、まあ、かっこいいですねとかね、まあ、それでまあ狙ってるような発言とかをして、うん、小林選手もね、ちょっとまあポケットとかに入れてしまったのかなという形で、なかなかね、まあ、おそらくまあ花子様としてはね、今回そのデビューだった佳子さ様のことを気にかけているからね、うん、いろいろとまあそのサポートしようとしながらね、望まじたという形で思いますけども、招待客にこの失礼な質問とかをしてね、 驚いたのかなという形で、はい、まあ最後終わってからねちょっとまあその職員に話をしたりとかしていましたけれども、うん、まあもしかしたらこれがこの過去様に対することで職員に何か言ったのかも分からないという形で、えー、まあちなみにこのね昨日は私的旅行がトレンド入りしていましたけども、はい、まあもしかしてっという形で思ってみたらねやっぱりまあ上皇后抑え残ったという形で<あー> <laughs> まあそれはこのトレンドになったりとかするかなという形で私的、はい、旅行なのにメディアとかも、ね、あ待ち受けて,てまあ今から来ますよという形のアピールをね、まあ、しまくっていて、ね、まあ誰も気づかないこ,のいいことはね 難しいかもわからないけども、うん、大々的にはメディアが、ね、待ち受けて国旗とかも振ってる人もいたって形で、はいはい、国民がこの上皇をさえの指摘な旅行の時間とかもね、なんで把握してるのかって形で、奈良、ね、なんかに関してはこの交通規制している時間とかも、ね、あったから、うん、まあこの時間に、ね、国旗とかを持って準備しておくようにって形で、まあ、そういった指示も、ね、入れて形でさい。毎<ー>日この連日のようにこのメディアとかに報道させて、上皇をさえがね、まあ、テレビ局を買収していることは。 もの方って形で、うん、まあ、そうじゃね、指摘情報だったかなって形がありますけども。は<ー>、まあ。まさに、このね、二十件でこうって形で、うん、まあ、ちなみに、ね、この昨日のね、プレミアムライブとかのコメントとかで教えてもらった。 ア,アマベイチャンネルの修学旅行生とかもびっくりという形のタイトルの動画にね上皇ご夫妻の車がこういうの動画がアップされていましたけどもすごいこの交通整備とかをしていてね、うん、立ち止まらないでそのまま通行してくださって形でそういう形でねあ言ってる関係者とかの人もいたら修、うん、学旅行生に国境を、ね、渡してお手振りをお願いねって形で、ねまあ、そ言わんばかりの準備とかをしている関係者とかもいたって形で、はい、まあこれも、ね、桜というか修、まあ、学旅行生の周りの人には、ね、立ち止まらずにそのままね移動してねって形で怒ってるのに、うん、そのすぐ横に行ってね 邪魔なはずの修学旅行生にはね、国境を渡してお手振りのスタンバよろしくって形でやってるまあ形で、<laughs> まあこの前日から、ね、修学旅行のスケジュールとかにもね、お手振りがあったのかもわからないですけどもはい、はいあ、しかもこの東京から京都とかもね、特別編成の車両であ行ってね、うん、まあ京都から奈良とかもレンジ専用列車で2階だって形で報道されてましたけども、はいはい、まあ全然この車で行ける距離なのにね、 あえてこの国民に迷惑をかける方をね選択って形で引退してからまあ別に旅行するなとは言わないけども別この私的な旅行をねする分にはいいと思うけどもまあこのご予定にせよとかねあまりこの国民とかをまあ巻き込まない形でね旅行もしてもらいたいしんでですよなこのメディアとかが上皇后さに行く場所とかをまあ把握してるんだって形でいろいろとねまあ問題が多いっい形でまあこれだとこの私的な旅行なのにねまあ公務のような形でまあスケジュールとかをねメディアに公開して絶対ね 撮影していい感じに、まあ、本訳を送ってという形で、ねあ<ー>まあ、そういう形で、まあ、あ<ー>メディアへの圧力にも感じるという形で、ね<ー>実際にこのメディアとかも、ねまあ、午前と午後とかで報道したりとか、うんまあ、事前今回の、ね、公務とかに関わる情報とかも集めて、ね、はいは編集して特集を、ね、組んだ番組とかも作ったりとかして、いろ、うん、とねどうなんだという形で、この G7 でこの警備が忙しい時期にたくさんの、ね、警備とかを使って、しかも、ねまあ、このお金はこの税金でもあるし、内定費からも、ね、たくさん出ているんだろうけども、まあ、その内定費というのはこの天皇家と財布が、ね、一緒なんで。 天皇家の財布で遊んでるようなものって形で<ー>まあこの収穫旅行者に国旗とかでお手振りをさせたりとか<ー>幼稚園児とかにはね、まあ、バイバイ待たないって形で言わせたりとか <laughs> まあこの子供を出しにして人気がありますよって形の感じでねあやりたいんだろうけども何も分かってない。まあはこの昭和じゃないんでね まあ、みんな、ねまあ、そのぐらいの汗は気づいてるかなって形でそ、ね、あ今日はこの雅子様とかがね女性皇族が赤十字大会いて形で出席されていてね雅、うん、子様が一番、ね、目立つんで、まあ、それを、ね、邪魔するためにわざわざこの最終日が赤十字大会になるように呼んでくるのかなって形でそういうこと。まあ、私のお子さんに関してはねまた、あ、絵の木が大事な顧問がある時によくね、まあ、顔を捨ててくるのは 子様のの指示ででねこのムを入れららいいるかもかももわないですけども、うん、ある意味、この学者だけはね、この美智子様から強制労働させられているのかもわからないですけども、<ー>まあこの私的な旅行なのにね、速報の連続って形で、うん、メディアもね、大忙しだったかもわからないですけども、美智、ね、子様にこの逆らったらね、大変って形で、NHK の記事とかにも到着の様子とかを写真に収めてたね、女性の話とかで、とてもね、 おれでしたとか、まあ、興奮気味にまあ話をしていましたとかですね、紹介されたりとかしていて、うん、まあ本来この天皇陛下だったらね、上皇様の方が愛でね、嬉しいって形でありがたみとかを感じるはずやのにね、うん、88歳の,このおばあちゃんを捕まえて、<laughs> 昔とね、一つも変わらない様子でお受け入れしたって形ですね、<laughs> まあこれがこのスナップチャットとかでまあ格好してね、まあ、可愛くした美智、まあ、子様まじたんかは分からないですけども、<laughs> いわゆるこれに関してはね、どうなんかなって形で、<laughs> まみにこの昨日からね、日本橋高島屋で天皇皇后陛下ゆかりの品100点と、 写真展150点がね展示されてるみたいですけども、これも邪魔するためにね上皇ご夫妻は私的な旅行をこの日にしたのかなっいう形で、しかもね驚いたのがこの天皇陛下はねランドセルを上皇様から譲られたってう形で、ランドセルもね購入させないって形で、ねランドセルもね譲り受けたって形で、これもねどうかなって形で、ただその辺がね今になってもねすごいものをね大切にされているって形で。 これはまあ素晴らしいですけども、こういう形でまあものを、ね、大切にするという形で教えてたはずの上皇ご夫妻は、まあ、豪華な私、ね、的旅行という形で、いろいろ私的な旅行とかもトレンドに上がってましたけども、うん、これも、ね、国民もまあだいぶ気づき出してきたかなとい,、はい、いう形ですね、うん、今日なんかはね、もうちょっとあの市川猿之助さんがね、おそらくこう自殺したんじゃないかっていうような報道で。 ちょっと今埋め尽くされてる感じですからね。そうですね。うん、上皇夫妻がね、まあ京都奈良とかいてたのも今日東京に戻ってるんでしょうけど、まあ、あんまりね、記事の方もちょっとこう薄れてしまってますけど。そうですね。本来全く上げなくてもいいんですけどね、素敵な旅行なんで。まあそうですね。うん、でもいつまでこんなが続くのか、まあなくなるまで続くんでしょうけど、なんとかしてほしいですね。まあ今後ね、どうじゃ展開になってくるのか、皆さんのね、えー、予想とかコメントもらえてとしいですね。そうですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録お待ちして登録の方お願いします。よろしくお願いします。